ボーイズプラネットから誕生した第五世代 k p o p ボーイズグループゼロバセオネ、ZB1 読み、ゼロベースワン、略称、ゼベワン、ノソン・ハンビン、サング・ハンビン、トパク・ボヌク、パーク・ガン・ウックが23日、ルセラフィム、ルセラフィムの本部へうんちゃえ、のホング・エ・ウンチャホン・ウンチェが MC を務めるウェブバラエティー、ウンチェのスター日記に出演。ボヌクが討論大会で受賞経験があることが明らかとなった。 写真、多国籍な9人が集結韓国で華やかデビューしたゼロバセオネ。パクゴヌク、メンバーも認めると口から。この日ウンチェから、MC が上手そう、と話を振られたゴヌク。討論の大会とか雄弁大会など受賞経歴がすごい、とウンチェから紹介されると、小学校と中学校の時によく討論大会に出ていた、と告白。 三人チームで出場した大会ではなんと全国で三位の成績だったそうで、そのテーマも、ロボット税の導入、大学入試配止など本格的なものだったとも振り返った。また、普段からも話上手な方かと聞かれると、上手な方だと思います、と答え、うんちを驚かせる場面も。ハンビンも、話術が優れているんですよ、と太鼓判を押すほどで、 モヌクは、だからグループでラジオとかに出る時などは、臨機応変に担当するのが僕の役割です、と自らのグループ内での役割を語った。一方ハンビンは、トークをまとめる役割を担うことが多いというが、いろんなことを気にしなくてはいけないから、うまくいかない時もある、と告白。二人でうまくカバーしながらトークを回していると説明していた。モデルプレス編集部。